世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの桜井美希です。現代ではネット技術の発達によりさまざまな国の情報を簡単に得られるようになりましたが、実際にその国に行ってみるまでわからないことというのは必ずあるかと思います。では日本に初めて来た海外の人は一体どのようなことを思われているのでしょうか。今回は海外の人たちが日本に行くまで知らなかったことに関する話題をご紹介していきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。以前海外のネット上である外国人が、日本に行った際に事前に入国カードを記入しないと入国は認められないということを初めて知ったんだ。あの時は本当に驚いたよ。みんなは日本に行くまで知らなかったことって何かある？と投稿したのに対し、多くの人がコメントをして盛り上がっていました。海外の人々は日本のどんなことに驚いたり困ったりしたのでしょうか。寄せられた海外の人の反応を見てみましょう。トイレの便座が暖かくて本当にびっくりした。母国はそんなことがないからとても嬉しかったのを覚えているよ。それだけじゃなくて使い切れないほどの機能がついてるよ。今でもよくわからないな。私は日本の料理の種類が多いことに驚いたわ。アメリカだと寿司や照り焼きみたいのばかりだけど、寿司以外の料理もたくさんあるんだね。私は寿司がそんなに好きじゃないから、それ以外の料理がたくさんあるのは嬉しかった。ニューヨークの日本食レストランだったらいろんな日本の料理を出してるよ。でも日本だとラーメンやうどんやとんかつ屋に焼き鳥屋という感じで内容ごとに分かれているよね。私は仕事で日本に行ったんだけど、みんなが名刺をくれたことかな。すごく丁寧だし名前をゆっくり覚えられたわ。自販機やコンビニのことは知ってたけど、こんなに多いとは思わなかった。特に自動販売機は本当にどこにでもある。ホテルの自動販売機にビールがあることには本当にびっくりしたわ。日本は富士山頂とかすごく変わった場所にも自動販売機が置いてあるしね。一番は電車が時間通りに来ること。東京だと電車が分単位で正確に来るのがすごいし、電車だけじゃなくてバスも時間通りに来るなんてありえないよ。私はタクシーのドアが自動で開いたこと、話には聞いていたけど自分が開けようとしたタイミングで開いたから本当にびっくりした。事前に知らなかったら絶対にぶつかってた自信があるわ。喫茶店やレストランで床にバッグを置かないこと、椅子の横にカバンを入れるための箱を置いているお店もあってびっくりした。小さな子供が一人で電車に乗っていることは衝撃を受けた。治安がいいのは分かっていたけど、小さな子が一人で電車に乗って通学しているなんて信じられなかった。困ったのは和式トイレ。思ったよりも少なかったけど、和式トイレで用を足すのは難しいよ。できればもう使いたくないね。日本のおもてなしの精神が素晴らしいことに驚愕したね。飲食店に置いてある爪楊枝やトイレの消臭スプレーなど、とにかくきめ細やかな心遣いに感動したよ。僕は東京でレストランを見つけるのがすごく簡単だったこと。レストランがどのくらいあるのか知らずに日本に行ったけど、本当にどこにでもあった。日本の人はいい人ばかりだったこと。噂は前から聞いていたけど、飛行機から降りた瞬間から嬉しい驚きの連続だったな。アメリカに帰って親戚全員に一度は日本に旅行に行くべきだと伝えたよ。どんなことがあったかはぜひ行って体感してほしいね。駅に英語のアナウンスと表示があって助かった。日本の鉄道システムを初めて見た時すごく複雑で恐ろしかったけど、一旦把握するとすごく簡単で分かりやすかった。ただし新宿駅は別だから気をつけろ。乗りたい路線を探すのに俺は1時間かかった。あの駅は広すぎる。僕は地下鉄の静けさだね。ニューヨーク市のカオスな状況に慣れてたから、めちゃくちゃ混んでいる車内で誰も声を発していないのには本当に驚いた。日本人はマスクをする人が多いよね。病気や化粧をしたくない時とか、寒いからとか恥ずかしいからとか。
私には理解が難しかったわ。スマホの写真をコンビニで現像ができること、これは画期的だと思ったね。友達との思い出をその日のうちに写真にできるんだ。大きな荷物でも翌日に配送するのが当たり前ってこと。さすがに早すぎると思って受付で笑ってしまったよ。日本人はシャイでおとなしいと聞いていたけど、温泉では違ってた。他人と裸で一緒に入るなんてびっくりだ。ゴミの分別に関して全員が真面目に取り組んでいること。日本に住んで1ヶ月くらいになるけど、どうやって分別すればいいのか未だにわからない。以上が海外の人の反応です。私たちが当たり前に思っていたことも、日本を訪れた外国人からすると不思議に思うことや驚きを感じてしまうことがあるようです。日本に来たことで得られた経験によって、さらに日本を好きになったり、面白いと感じてもらえたら嬉しいですね。海外の反応でも様々な内容が書かれていましたが、外国人に日本に来て驚いたことというアンケートを取ったある記事が面白い内容でしたので、特に興味深かった7つを厳選してご紹介します。電車が時間通り。電車が時間通りに来ることに驚く人は本当に多いそう。数分遅れただけで問題になったり、怒っている人がいたり、それに対して謝っているスタッフを見て、海外の人々は理解不能のようです。海外では日本とは逆で、時間通りに来ないことが普通のようで、日本に旅行に来た際は正確に来る電車に乗りたいという人が後を絶たないそう。カプセルホテル。海外にはカプセルホテルはないので、その存在に驚く人が多いようですが、価格も安いので非常に人気があるのだとか。日本のトイレはきれい。トイレが汚いのは海外では当たり前で、5つ星ホテルでもウォシュレットがついていないホテルがほとんどだそう。日本のトイレはきれいでウォシュレットがついているところも多く、海外の人は歓喜する人がとても多いそうです。自動販売機の多さ。自動販売機の数が多すぎると圧倒される人が多いようで、初めて日本に来た人はほとんどの人が口を揃えて言うことだそう。自動販売機が多い背景には、日本の治安の良さが挙げられ、海外であれば一瞬で販売機ごと盗まれてしまうか、破壊されて中身を奪われてしまう可能性があるため、自動販売機はそんなに設置されていません。またホテルにある自動販売機などでは、アルコールが買えることに衝撃を受ける外国人も多いのだとか。食器を持って食べる。欧米の食スタイルとして、食器はテーブルの一部とされているため、持ち上げて食べるのはマナー違反にあたり、フォークやスプーンを持って食べるとしても食器には基本的に手を触れないそう。特に欧米の人は日本人が食器を持って食べることに驚くそうです。洗濯物を外に干す。欧米では洗濯物を外に干す習慣はほとんどなく、乾燥機で済ませることが多いようです。景観を壊すという理由で外に洗濯物を干すのを禁止している街もたくさんあるそうですが、日本人からしたらその理由の方がびっくりですよね。国旗が街に飾られていない。海外では施設や店舗、一般家庭にも国旗がよく飾られていますが、日本で国旗が掲げられるのは学生の頃の運動会ぐらいですよね。このことは外国人の方からするととても不思議のようです。国ごとに特徴が違うのは当然あるかと思いますが、日本は素敵だという意味で驚愕している人が多いのはとても嬉しいので、これからも多くの海外の方に日本の良さを少しでも知ってもらいたいですね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。